ドロマイオサウルス赤は、ドロマイオサウルス科に属する、獣脚類の赤。最初期のドロマイオサウルス赤恐竜は、前期白亜紀の北アメリカ大陸に生息したユタラプトルであるが、未定種の単離した葉が、アフリカ大陸の後期ジュラ紀の地層から産出している。これが正式に、ドロマイオサウルス赤のものであれば、他の多くのドロマイオサウルス科が白亜紀に限られるのに、対して、 ジュラキまで生息年代を遡ることになる。大半のドロマエオサウルス科恐竜は小型の動物植生動物であったが、ドロマエオサウルスアカはアキロバトルやダコタラプトル及びユタラプトルといったより大型の属に代表される。ダコタラプトルからは羽毛の存在を示唆するコブが確認されており、他の属種にも存在した可能性が高い。大部分のドロマエオサウルスアカ恐竜は、 白亜紀のアジアと北アメリカに生息し、デンマークにも生息した可能性がある。また、エチオピアから産出している単離した葉も、ドロマイオサウルス赤のものである可能性があり、この化石が後期ジュラ紀のチトニアンキのものであることから、その生息年代はさらに遡り得る。後期白亜紀の北アメリカとアジアのドロマイオサウルス赤は、小型の恐竜で、ドロマイオサウルスのように、 全長2メートル程度であった。しかし、ドロマイオサウルス赤には、ドロマイオサウルス科で最大の属毛り全長5.5メートルのダコタラプトル、全長6メートルのアキロバトル、全長7メートルのユタラプトルがいる。新ドロマイオサウルス類のうちドロマイオサウルス赤は、他の赤が一般に細い噴部を持つのに対し、頭骨がより頑強で箱型をしている。また、 ドロマエオサウルス赤は一般に他の赤よりも体格が重厚で、スピードよりも力を発揮するのに向いている。葉の巨子状構造は前縁と後縁で大きさが均等であり、これは前縁の巨子の方が小さいないし存在しないベロキラプトル赤とは異なる特徴である。ターナー・エトール2012によると、ドロマエオサウルス赤は以下の特徴に基づいて定義できる。 ドロマイオサウルス赤は1922年に、ウィリアム・ディラー・マシューとバーナム・ブラウンが、デイノドン化の一部として提唱した。ベロキラプトル、ミクロラプトル、スズメ属、ウネンラギアよりもドロマイオサウルスに近縁な、ドロマイオサウルス化を含む、単系統群と、定義されている。ある属種が別の系統群に位置づけられたり、 除外されたりとドロマエオサウルス赤の系統解析の結果は大きく異なるため、明確なコンセンサスは得られていない。センターへ通る2012での系統解析では、ユルゴブキアがキロバトルやドロマエオサウルス及びユタラプトルに近縁な派生的ドロマエオサウルス赤とされた。以下は、ダコタラプトルが2015年に記載された際の系統解析に基づくクラドグラム。 しかし、2019年にカリート・エヴァンスが行った系統解析では、アキロバトルやユタラプトルなど、代表的なドロマイオサウルス赤恐竜はベロキラプトル赤に位置づけられた。ありがとうございます。